はい、皆さんこんばんは。ホスピタル6人の石、33回目毎回回数忘れるんだけど、33回目かな。はい、じゃあ前回の続きですね。はい、どっからだっけ。ハート2つしかない。そうだそうだ、診断結果を当てはめるところですね。それじゃあやりましょう。さてと、どれだどれからいこうかな。とりあえずやっぱやりかけの、よいしょ、とりあえずこれだけ当てはめてあるんで、それにもあと当てはまるものがないのか。シワ障害とか、ね、新しく出たってことはこの中に何かあるかもしれないってことだから、どうしようかな。一番上から行こうかな、それとも一番下から行こうかな。どうしようかな。下から行きます。急性腎不全。ちょっと待ってくださいね。何らかの原因によって腎臓の機能が急激に低下し、体内の環境を維持することはできなくなる疾患。病態の時期により尿の減少や、あ、これ違うよね。あ、いいのか。多尿が現れる。尿の減少っていうか、これ当てはまんないと思ったら現れるんだ。食欲の減退や吐き気。まあ、ここにないね。全身のかゆみもない。心拍数の増加はあったか。どっちみちこれ違うな。じゃ次、下垂体腺腫。下垂体腺腫、下垂体前葉からのプロクラチン分泌が増加し、頭痛や視野障害、などを引き起こす疾患。分析検査では血清 PRL 高値、が測定され、 MRI 検査では下垂体腫瘍が症状が当てはまった。下垂体腺腫だと。副甲状腺に加えて下垂体にも腫瘍。くそ、これは一体。なんか息子やばい状態。ドクター、アーカイブに一件該当があります。俺は指示していないぞ。お前どうやって？クソクラエです。状況を考慮し自己判断を行いました。子は親に似るか。だ、お前は最高だ。
それでこそ俺のパートナーだよ。イエス、ドクター。私はあなたのパートナーです。ですが、いい知らせではありません。発症確率1万分の1の疾患です。すげえ病気になったな、息子。どこだ、すぐにデータを見せろ。イエス、ドクター。診断候補にデータを追加します。それか。エルマー症候群。脳下垂体副甲状腺、髄内分泌腺など複数の内分泌腺に腫瘍を生じる疾患、頭痛や視野障害、退院可能などの症状が現れ、分析検査では血清 TRL 高値、血清カルシウム高値、血清リンの低値。うわ、すげえ、めちゃくちゃ当てはまる。インタクト PTH 高値、血清ガストリン高値で、X 線検査では指先の骨吸収の高心臓。うわ、全部当てはまるじゃん。 MRI 検査では、下垂体腫瘍、そして副甲状腺腺腫。うわ、全部当てはまる。ウェルマー症候群だと。バカな。ノーです、ドクター。一致する確率はおよそ 73% です。膵臓に腫瘍が見つかれば確定診断が完了するが、ロニー、 CT 検査を手配しろ。患者の膵臓を撮影する。ドクター、担当医師の変更を申請しますか。何度も言わせるな。患者の襟好みはしない。俺は診断専門医だ。症状を見つけて病名を診断する。それだけだ。了解しました。診察、 CT 検査を解禁します。じゃあちょっと検査いきますかね。CT 検査の画像を確認することが可能です。ああ、分かっている。言われなくてもすぐに見るさ。と、ニューって書いてあります。それか。膵臓付近を断層撮影したもの。これが、患者。特に異常はないね。1枚目、2枚目。お、真ん中違う。ん、真ん中のここちょっと違うかもしれないな。ほら、どう、これ関係ないかな。私違うよね。あ、これは前の診断で確認済みか。じゃあいいか。3枚目。これも確認済み。あ、これも。
験済みだ。お、なんだこれは。こんな点ねえぞ、こんな感じ。形も違うし、この点は何だ。全てを疑うんだ。冷静に事実だけを見極めろ。決まりだな。これは膵臓腫瘍の影だ。ロニー、念のためだ。症例データとの照合を頼む。了解しました。9件の症例との一致を確認。膵臓腫瘍です。そうかい。今日ばかりはお前の正確さが恨めしいぜ。表情、膵臓の腫瘍 A を取得しました。ん？ってことはメルマ症候群ってことか。あとは大丈夫か。これも関係ないのか。これも関係ないの。じゃあ部屋へ戻って診断ですね。息子はなんかすげえ難しい。1万分の1って言ってたっけ。その病気にかかったみたいです。メルマー症候群。診断を終了します。ドクター、お疲れ様でした。すぐに対処した方がいい。このまま病状が悪化すれば終わりか。くそ。ゲーム、大変だ。ジョシュアが急変した。ウェルマー症候群だ。おそらく敗血性ショックを起こしてる。対処は任せる。何言ってんだ。ジョシュアはあんたの子だろ。早く行って、あの子に。俺が言って何か変わるのか。診断は終わってる。あとはそっちで何とかしてくれ。てめえは最低だ、バカ野郎。発言に虚偽があります、ドクター・カニンガム。何？発生の際、声帯に緊張が認められます。先ほどの発言はドクターの本心ではありません。だからなんだ。全てお見通しだとでも言うつもりか。そんなに俺が悪いか。俺のせいだってのかよ。しかして幸せにしてやることもできねえ。メスを握ってあいつを救ってやれるわけでもねえ。できることなんて何にもない。何にもねえんだよ。ただ何もかもくそくれ。ああ、ロニー、俺は最低の父親だ。無駄なことはしないのですか。ああ、私はずっと疑問でした。人は必ず死を迎えます。無駄を排除するのであれば医療行為は無意味です。ですがドクター、ここを訪れる人々は皆笑顔で去っていきます。私は私の存在を一つでも多くの無駄な笑顔を作るためにあると認識しています。まいったぜ。お前の言う通りだ。情けねえ。だがおかげで目が覚めたぜ。ロニー、オペの準備だ。麻酔を手配しろ。
処置室の状況を確認。イエス、ドクター。5分でオペに入れます。俺は、ジョシュアを死なせねえ。医者として、父親としてもな。行くぞ。最後イベントだけになりましたね。エンディングかな。ちょっと見てみましょうね。これで多分ガブリエル・カニンガムは終わりになります。それじゃあちょっと最後見てみましょう。去りゆく男。やはりここか。医局長から聞いた。リサとは離婚することにした。親権は無効を持ち、めでたく俺は独身貴族さ。うん、それでどうするんだ。ここを辞めてか。まだ決めてねえよ。まあどっかに引っ込んでひなびた診療所でも開くさ。みんな悲しむ。トモエやマリア、それにあいつもだ。おいおい、勘弁してくれ。医者はいくらでもいる。すぐに代わりが来るさ。それはそうだが。ガブリエル。老兵は施設、ただ猿のみってな。また会おうぜ。はい、それぞれこれで、ゲーム「ガブリエル・カニンガム」終わりました。はい、それじゃあ、新しい人が、結構難しかったです。これでじゃあ次誰。ミラ・キリシマって人ですね。ちょっとオープニングだけ。時間も少しあるから、で次回ね、このミラ・キリシマさんやるんで、ちょっとオープニングだけ見ておきましょう。予期せぬ再会。入りたまえ。ウェイン所長、お呼びですか。おはよう、ミラ。今朝 FBI から君宛に連絡が来てね。至急現場へ向かってもらいたい。私は検視官です。警察官になった覚えはありませんが。そう言わないでくれ。無限には断れんよ。わかりました。では。ああ、ミラ、もう一つ。彼が FBI 側の担当者だ。挨拶しておきたまえ。あなた。特別捜査官のネイブルです。よろしくお願いします。よろしく。どういうつもり？あなたが FBI なんて何かの冗談でしょう。怒らないでくださいよ。お会いするのは例の事件以来ですね。
承認保護プログラムを適用されたあなたと違ってこっちは苦労しているんです。シャッター、いい、私がここにいるのはビジネスよ。あなたが名前を偽ろうと FBI になっていると私には関係ない。私の前で二度と過去の話はしないだろう。わかりました。 Go。 あと、どこへ行くつもりですか？現場よ。場所は GPS に転送しておいて。ああ、では正面に車を。あなたはここで待機。私が行くことを現場へ連絡しておきなさい。え、ですが、そのいいネクタイね、リトゥーボーイ。おとなしくしていなさい。え、あ、ドクター。やれやれ。じゃあね、次回ミラキミキマ、彼女の話が次回からスタートします。なんかこのゲームに出てくる女の人はみんな強いよね。性格がきついね。はい、それじゃあどんな話になるか、ちょっとお医者さんではないんでね、検視官なんでちょっと違う感じになりますね、今までとは。はい、それじゃあまた次回お会いできるといいと思います。実況は誠がやらせていただきました。はい、それじゃあお疲れ様です。ご視聴どうもありがとうございました。